どうも、料理人ガチ勢のコウミと申します。今日はね、ちょっと久々にね、料理をしていこうかなと。はい、まあ、女の子向けの動画になっちゃうかもしれないですね。まあ、女の子って結構料理が好きじゃないですか。今回作るね、伝説の一品を作ればね、本当にね、男の子のね、好感度もね、爆上げなんでね、よかったら本当に見ていってくださいよ。で、まあ、彼女がいないね、陰キャの人たちもね、今回ね、女の子にね、振る舞えばね、もしかしたら彼女ができるかもしれないんでね、見ろ。今回せっかくね、紹介してやるんだから。はい。まずは、まあ、食材の紹介からしていきましょうか。今回、まず一品目、これですよ。食材。見えますかね？うどん。これね、業務スーパーで買ったやつなんですけどね、値段がなんとね、20円っていう。そう、安いんですよ。この量だと結構安く買えるっていう。まあ一つ目がこれですね。で、二つ目がどら焼き。あ、これね、そう、 何に使うのかね、ちょっと見当つかない人とかもいるかもしれないんですけどね、今回のね、ほんと目玉になるね、食材になるんでね、ほんとよく覚えててください。ちなみにこれ値段からしてね、あの30円ぐらいだったかな、30何円ぐらい。これも結構安い、業務スーパーで買いました。まあ、ていうか今回の食材全部業務スーパーで買いました。はい。最後がこの豆腐、今回のメインディッシュになるやつですね。これは何円ぐらいだったかな、20円から30円ぐらいの間だったような気がしますね。これも安いと。はい。僕ね、普段ね、買い物とかイオンとかでするんですけどね、業務スーパーで買った方がね、やっぱりお得ですね。近くいない人は遠くまで行け。で、まあ今ね、ちょっと値段の方行って、嘘だろ、こんな安いのかみたいな感じで驚かれた人いるかもしんないんですけど、俺は嘘言ってるとね、思ってるかもしんないんですけど、安心してくださいよ。ちゃんとね、レシートもらってきたんで。これなんですけどね、ちょっと見えない方いるかもしんないんで、ちょっと見せますけど。はい。これですね。豆腐が29円。うどんが19円。どら焼きが36円ということで84円ですね。で、消費税含めて90円というね、なんと100円もかかってないっていう。どうすかこれ、料理の三原則、安い、早い、うまい。このうちのね、安いよ、もう達成してしまいましたね。いやー、本当に。じゃあ早速ね、ちょっと料理の方をしていきたいと思いますけど、そうだ、料理の名前なんです、名前なんですけど、今回ね、料理の名前が、ガチ押しうどんです。はい、ガチ押しうどん。いやー、このネーミングセンス、やばくないですか？もう名前だけ聞いたらね、もう、八つ星レストランぐらいのね、力っていうか、本当にそんぐらいの魅力あると思うんですけどね。ちょっとじゃあ料理の方していきましょう。まずは、まあ、鍋にね、適量の水を入れます。はい。ここら辺はちょっと、大体、もう目安で適当に入れちゃっていいです。まあ、多く食べたい人とか、多く飲みたい人はね、多く入れればいいと思います。まあ、僕は少なめでいきたいと思います。はい。まあ、今日はあんまり食ってないんですけどね、腹ペコなんですよね。いやー、本当に、本当は料理する気なかったんですけど、本当にね、たまたま今日料理する気がね、出ましてね、ほんとお前らが運いいよ。で、まず、この水を、ちょっと待って。火つけますと。で、これでちょっと、沸騰させるまで少し待ちますか。温まるまで。まあ、そうだな。温まる前に、てか、ちょっと、準備の方をしておきましょうか。今回、その重要な役割を果たすどら焼き。これをね、どうやって使うかっていうなん、使うかっていうことなんですけど、まあちょっと見せますよ。そう、まあこのまま鍋に入れる前にちょっとあることをしなきゃいけないんですよ。まず食べる。食べるっていうか、その前に、その中に入っているあんこを取り出したいんですよ、俺としては。そう、まあ今回はちょっとスープの出汁にね、このあんこを使っていく、いこうかなと。そう、おしるこってあるじゃないですか。おしるこってあんこと餅で、あと、まあ温めることでできるんですけど、そう、だからまずおしるこを作るんですよ。このね、どら焼きの周りをちょっとずつ
喋るっていうのもまた一つの楽しみなんですよ。ね、料理はね楽しまないとね、うん、本当。まあ普通のね、そのあんこだけ売ってれば別にそれ買ってもいいんだけどね。多分それ買うとね高いんだよね。うん。今回本当に安いうまい早いよね。コンセプトとしてるんでちょっと強くなってるので、ちょっと火少し弱くしますか。うん。オッケーオッケー。でちょっとどら焼きをね食べていきましょうか。あったまる間、もうこんな斬新なさ作り方する人いないでしょ。うん。こういったなんていうんですかね、魅力的な作り方する人も人っていうのはやっぱりその料理人としてのね魅力があるっていうか、もう才能があるんですよね、うん、こういうことをしていく天才っていうのはね、こういうことをするもんなんですよ。他の人とは違った発想するっていうか。 OK、OK、だいぶあれですね、あんこの方が。じゃあこのあんこを入れていきましょうか。うん、まあ俺ね、正直言うとね甘いもん嫌いじゃないんだけど、甘すぎるやつは嫌いなんですよ。ほんと砂糖の塊みたいな。なんでもうこのどら焼きのねこのあんこぐらいの量がちょうどいいと思います。うん、多すぎず少なすぎずみたいな感じで。うん、あっつお前、まあいいでしょう。はい、こんな感じであんこをほとんど入れることできましたね。オッケーオッケー。はい、これでちょっとかき混ぜていこうかなと。まずお汁粉を作るんですよ。ちょっと弱火にして、強すぎるな、うん、ちょっと弱火、うん、こんぐらいでいいわ。せっかちなんてね言われてもあれなんで、まあ大丈夫です。この料理ね、そんな時間かかんないで、どんなに遅くても多分10分から20分ぐらいでね作れるんで、もうその時点でねもう早いの条件は達成しましたね。料理の三原則の安い早いはこの時点でもクリア。うん、いやちょっと温まる間ちょっと何話そうか迷うんですけど、まあ出たな。じゃあ俺が女の子と遊んできた話でもしますか。うん、いやちょっとあれだわ、エピソードが多すぎてね、どれを選べばいいのか分かんなくなってきたわ。あったまりましたかね。オッケーオッケー、十分。じゃあ次はうどんですね。うどん、はい、スープはもう完成できたんで、包丁で開けない方がいいかもな、これ。オッケーオッケー。まあでも、これで、開けましたね。よし、うどん投入していきますか。ああ。これ、20円のうどんですよ。ああ、この量で。ほんとに。もうコスパも最強っていう。はい、はい。もう、幼少期は悪いうどんだな、ほんとに。よしよしよし、入った。あとはちょっと、ふやけるのを待ちましょうか。少し かき混ぜてね。うん。よしよしよし。十分もうあったかそうですね。うん。やっぱこのね、今って夏なんですけど、今これ作っている時が。うん。暑い時に暑いもん食うのがねまたいいんですよ。これが季節外れかもしれないですけど、やっぱり汗かいてね代謝よくしないと、うん、俺結構スポーツも好きなんでね、これ汗かきやすい食べ物でもあるんでね、ほんとよかったらスポーツマンの皆さんもね食べてみてください。ほんといい食べ物ですよこれは。オッケー、まあいいでしょう。これ火消えてねえわ。オッケー。で、最後はこのメインディッシュですよ。はい、豆腐、うん、
まあ肉だとか欲しい人もいるかもしれないですけどね、ちょっと今回はヘルシーさをね優先しましたわ、うん、まずこのね豆腐を、いやこの豆腐がまたいいんですよ、うん、で豆腐この中の水ちょっと一回取り除いていきますね、うん、シンクの中に落ちた。もうまあいいや、別に食えないわけじゃねえし、別に食っても死なないんだったらいいわ、うん、ちょっと豆腐がね崩れてしまいましたわ、最悪。まあいいや、うん、ちょっとまだ大きいんでね崩れちゃいましたけど、これをねちょっと均等に切っていきますわ、形よく、うん、まあ自分の口に合う程度の大きさでいいと思います。まあ今回食べるのは一人なんでね、俺しかいないんで、うん、ある程度大きくてもいいんですけどね、やっぱり女の子がいるときはその女の子の口にね合うぐらいのね大きさに切ってあげないとね、うん、まあつってもね女の子の口に合うぐらいのサイズつってもね、お前らわかんねえと思うから、やっぱねキスとかしたことないとねそう、やっぱりね自分でねそう経験しないとね、うん、口の大きさっていうのは、よしよしよし、どうしようか、あ、こんぐらいでいいや、オッケー、まあ、全部入れる必要ないですね、うん、よしよし、あともうちょい入れるか、8つ入れたんで、オッケー、もう8つ入れてこんぐらいですね、うわこれで今日のあれだわ、料理はこれで、あっつっ、あっつっつっ、あ、そっか、やべ、熱通るのかスプーンって、あっつ、ちょっと待って、やけどするかと思ったわ今、最悪、くっす、ああもういいや、箸でや、あのかき混ぜ、箸でかき混ぜます、まあまあまあ今のはちょっと不良の事故ですよ、あぶねあぶね、いやちょっとビビッとは正直、大丈夫です、はい、僕の体はね人より頑丈なんで、ああ熱も通さずっていう、でちょっとかき混ぜていきましょうか、いやーこれまたいい匂いするな、あんこの、うん、この豆腐が崩れないようにねちょっときれいにかき混ぜていきましょうか、うん、やっぱり豆腐はねある程度形を整えたまんまの方がねテンションが上がる、すくった時にね、うん、うわー、よし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 、あとまあ20秒ぐらい待ちましょうか、うん、そろそろいいでしょう、うん、いやー最近ね自炊する男の子も女の子もね減ってきてるからね、まあ男はともかく女はねそうある程度自炊ねした方がいいのかもなって、うん、正直思いますねまあまあまあこれは男にも言えるんですけど、やっぱり、うん、まあ女の子が料理するとさやっぱり魅力的じゃん、うん、家庭的な人みたいな感じで、よし1,2,3,4,5オッケー、もういいでしょ、十分っす十分っす、どうっすか、これでもう早いっていう三原則の一つは達成できましたね、うん、あとはうまいかどうかですよ、いやーもうこんなうまいに決まってるじゃないですか、まあ試しにね僕の方でちょっと試食をねしていこうかなと、どうしようかな、じゃあちょっとお椀に移しましょうか、まずはちょっと麺の、いやっつ、飛び散った今で、ちょっと豆腐の方もねいくつか置いといて、であんこが入ったねこのだし汁を、あオッケーオッケー、まあこんぐらいにしといて汁の方は、うん、まあとりあえずオッケーまずはこんな感じで、はい、できましたよ
ガチ押しうどんですよ、これが。見えますかね、はい。ガチ押しうどん。どうすか、これ。いや、美味しそうでしょ、湯気立ってて。これ、匂いがね、また、いいんすよ。じゃあ、ちょっと、まあ、僕の方でね、いただきたいと思いますが。いやー、ほんと、これは食わせらんねえってのが残念だわ。これ食ってないとね、ほんと、人生のね、3分の1ぐらい損してる気がする。うん、そんぐらいの、ほんとに。うまい、早い、安いのね、三原則を達成してる伝説の料理なんで、ほんと。じゃあちょっといただきたいと思います。まずはちょっと、この麺から。あ、いや、全然悪くない。そう、多分、あんこの力でね、すごい、この、喉に結構通る。うまい。滑らかさがやばい。うん。多分これ、あんこの力だわ。てか、もうこの体勢辛いんだけど、今カメラさ、結構上の方にセッティングしてんだけどさ、こうやってかがまないとさ、俺の体とかさ、顔が映んないからさ、で、ちょっとメインディッシュの、あれですね、豆腐、うん、いただきます。うまい。てか豆腐って味なくても普通にうまいんだけど、いや違う、味あるんだけどさ、その、うん、豆腐うまいね、普通に。うん、いや、でもかすかにね、あんこの味がしますね。これね、マジで、うまい。うん。いや、うまい。くぅ。はい、女の子もね、男の子も、この料理見てさ、もう、分かったでしょ。こんなにうまそうに食ってる男がここにいるんだからさ、これであれですよ、うまい、早い、安い、達成です。はい、もう八つ星レストランのガチシェフがね言うんで、もう間違いなしです。はい、本当に一人暮らしにはもってこいなんで、もう実質100円もかかってないっていうね、食材にしたら。うん、最後まで平らげちゃいますけど、じゃあ最後にこの残ったあんこ汁の方もね、いただきたいと思いますが、うまい、うまい、普通にあんこの味が、そう、効いてる。うん、やっぱりね、そう、子供にもいいかもしんないね。子供ってやっぱり辛いのだとかさ、ちょっと味が濃いのとか苦手じゃん。これ結構ね、薄味なんでね、かすかにあんこの味がするっていう、その甘いもの好きじゃん、子供って。だから実質お菓子にもうなりうるよ、本当に。神食事っていう。いや、普通にうまい、うまい。食える、食える、食える。いや、ちょっとこれあれだわ、本当に。彼女と一緒に食った味だわ。うん。なんか思い出してきたわ、本当に。いやー、本当、いつぞやこんな料理振る舞ったことあったわ、本当に。これでがっちりとね、かつての彼女のね、心も掴んだんですよ、僕は。何してんだろうな、あいつは。っていうわけでね、はい、この八つ星レストランのガチシェフのね、もうガチ料理、あの、ガチ押しうどん、はい、ガチ押しうどんね、紹介させていただきました。皆さんね、よかったら作ってみてください。うん、あとチャンネル登録、高評価よろしく。